海老原進、28歳、出身は埼玉県の大宮というところです。バスケコートでは AB とかって呼ばれてます。バスケを始めたのは、小学校の校庭のコート、ここから始めて、今は東京の、ストリートバスケリーグを中心に、時々いろんな世界のいろんなコートにバスケしに、行ったりとかしてます。はい、ストリートバスケの遠征っていうか、もう勝手に自分たちで行ってるようなもんなんですけど、中国は上海とか北京、あとロシアはウラジオストック、あとはまあ個人的には、アメリカのカリフォルニアの大学でバスケをしたり、あとは、ニューヨークの、ストリートバスケの、トーナメントとかに、出場したりとか、そういうこともしてます。本当にこのなんボール1個で、ね、外国の人とも別に子供とでも大人とでも、逆に言えばおじいちゃんとか見るスポーツに、ボール1個あれば別に、なんていうのかな、コミュニケーションが取れるし、しかもそのコミュニケーションもある意味言葉より 重いっていうか深くて、感情をむき出しにしてお互いやり合うわけなんで、すごい深いと思う。このボール1個の力って結構すごいと思うんです。もちろんバスケ楽しいし、いろんな人と今までやってきたのもすごく楽しかったんですけど、やっぱり楽しいっていうのはただ楽しくやればいいっていうんじゃなくて、本当にお互い 100% 以上こうむき出しで本気で戦う、ガチで戦うことで、お互いへのリスペクト、尊敬の念っていうのは生まれると思うんですね。それでやっぱりようやく楽しいって言えるんで、で、僕ベイビーシャックと一回やったことあるんですけど、はい、日本で彼が、アメリカのストリート代表として来た時にマッチアップしたことがあるんですけど、彼とコミュニケーションをね、なんか得るには彼からリスペクトを得るしかないなと思いましたね。今回の予選もそうだし、今度の新木場でのトーナメントもそうだけど、その全てのプレイヤーに向かって本当にわこいつすげえなっていうような、リスペクトをさせるようなプレーを、表現したいなっていうふうに思ってて、それはもし自分がアルカトラズに行っても、あ、なんか日本からすごいやつが来たっていうリスペクトを得れるような、プレーをね、したいと思ってます。